千号の素顔を見たことがない。いつもいろいろあってスルーしていたが、1、2、3、1、今こそ千号の素顔を暴く時。小僧、釘をよこせ。わかりました。電力会社はなんて？雪のせいで点検には来られないと。ここは私が。ただの溶接でしょ。この万能のビルビーにお任せあれ。座ってください。見せてあげるよ。コジャマ、寒い。そうだな。屋根裏に毛布があったはずだが。なぜ暖炉を使わない？暖炉？確かに暖炉を使えばすぐに暖かくなるわ。でもずっと使ってないのよ。ダメ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 、開けちゃダメ、絶対ダメ。これは一体。あら、私があげた服がどうしてここにあるの？メビウス教授？知らないわ。写真集、おしゃれジーンズ特集、モデルは、おや、千号？え？まさか、バイト？黙れ、見るな！みんな来て！千号の写真集よ！おい！見覚えがある。あ姫様の笑顔は俺が守る。なんだ女、もう我慢できん。あら、命に代えてもこの約束を守る。あの、みんな、もう見ないで。動かないで、今夜はそばに。なった気がします。そうじゃな。あ、一気にあったかくなったね。この暖炉が使えるなんて思っても見なかったよ。お腹空いた。ステーキとか焼き芋が食べたい。食べないで。みんな何とかして。あら、食べ物の匂いがしてきたわ。ふん、空腹でおかしくなったの。
即席麺だ。食べるか。ケビンの旦那、さすが。みんな、容器をこちらへ。ちゃんと受け取ったか。どうも。いい匂いね。熱いぞ。ありがとう。温まりますね。ええ。まさか温かいものが食べられるなんて。中学の頃を思い出すよ。そうだ。センゴ、照れてないで一緒に食べましょう。断る。本当に食べないの？黄金の庭園の明かりが消えてる。みんなもう寝てるわね。遅くなったわね。グレーシュはがっかりしたでしょう。なるほど、フェリスがカップ麺をため込んでたおかげで助かったのね。ええ、フェリスがいなかったら今頃お腹を空かせてたでしょうね。さっき思い出したんだけど、このカップ麺実はケビンの旦那にもらったやつなんだ。僕に？うん、ケビンの旦那が引っ越してきた時だよ。とにかく住居問題は解決した。同居人たちの個性は強いが、普通の住人のはずだ。明日は仕事だし、今日は早く寝よう。別荘の猫か。なぜこんなところに。ねえ、千号の兄ちゃんは？は。まるで昨日のことみたい。ええ、ずいぶん前のことなのに。ずいぶん前のことなら、この麺賞味期限は？それは、はあ、やめておこう。
さい。どうしました？何？電力が復旧した？ごめん、わざとじゃないんだ。フェリス、大丈夫？夢を見たの。ゆっくり話してごらん。夢の中でみんな消えちゃったの。怪物がいて、月が丸くて、私は箱を抱えてずっと走ってたんだけど、気がついたらみんな消えてた。私一人だけ。はいはい、落ち着いて、みんないるでしょ。目が覚めたならもう心配ないわ。安心して、バルドお姉ちゃん、大丈夫だよ。深呼吸して落ち着きましょう。うん、もしかして賞味期限切れの副作用？外が明るい。見て、雪が止んだわ。新年ですね。うわ、真っ白になってる。いつもと違うわね。あ、持ってろ。あら、優しいじゃない。褒めてあげる。千号は昔から優しい子だよ。うるさい、風邪をうつされたくないだけだ。風邪をひくよ。うん、アプニアお母さん。日が昇るね。日の出なんてメビウス教授は初めて見るんじゃない？いつも実験室にこもっている教授なら気にしたこともないでしょ。大げさね。ただの日の出じゃない。いつもはスタジオや飛行機で見てるから世話しなくて。具合でも悪いのか？平気だ。すまない、賞味期限を確認するべきだった。いや、実は俺もフェリスと似た夢を見たんだ。夢の中で俺たちはヒーローで、同時に敗者でもあった。希望の種を残せたのならそれは失敗ではない。その日が本当に来たとしても僕たちは団結できると思う。何度でも、どんな代価を払っても人類は必ず災害を乗り越えていく。ああ、まさか同じ夢を？いや。ねえ、願い事をしましょう。叶うかもしれないわ。毎日静かにお昼寝できますように。おや、それは無理だよパルド。私の願いは毎日お昼にショーを開くことだから。勘弁してよビルビーの姉ちゃん。卒論が無事に終わりますように。学生らしい悩みじゃの。今年は残業が減りますように。千号は？見るな、俺に願いなどない。おや、つまり今の生活に満足していると。うるさい。次はグレーシュの番ね。願い、はあ、わからない。コズマの願い事は？俺は理想の大学に入る。いや、それは早すぎる。今大事なのは、そうだ、今後全ての限定プレミアムフィギュアが手に入るとか。いやいや、単発でSキャラの方が。待て、それは幼稚すぎるか。まあいい。スー、あんたは？あらゆる病気がなくなりますように。難しい願いね。エデンは？私は時間が止まりますように。明日が。ん？ただの歌詞よ。
後で教えてあげる。ええ、それでエリは？私の願いは簡単よ。私は災害も戦争もない永遠の楽園を作りたい。誰もが理想を叶えられて、誰もが幸せに暮らせる楽園を。そんなの存在するわけないじゃない。どうかしら。ケビン、あなたの願いを教えてくれる？僕の願いは3つある。1つ目は仕事での成功、2つ目は、ええ、メイと同じ町でたくさん会えますように。あら、見て、日が昇ったよ。綺麗じゃの。後で雪合戦しない？賛成。私はずっと考えてた。もし出会っていなかったら私たちはどうなっていたんだろうって。一人よりみんなで見る日の出の方が美しい。みんなとの出会いが平凡な日々を奇跡に変えてくれた。願い事はすぐには叶わないけど、意志という名の種はすでに心の中に芽吹いている。春になれば鮮やかな花が咲くでしょう。そして春は必ず訪れる。そうだケビン、三つ目の願いは？そうだな。